今のは、夢か。おはよう、キリト君。ああ、アスナ。なんだか、妙に長い間寝てた気分だな。うん、私もそう。あ、キリト君、泣いてたの？なんだ、これ。覚えてないけど、なんか悲しい夢でも見てたのか、俺。キリトさん、未来です！千年後の未来ですよ！おぉ、なんだか想像以上だな。千年後の仮想世界、すごく綺麗。ふむ、一目見ただけで。すべてが我々の時代を凌駕した世界だと理解できる。グッモーニング！ようやく目覚めたのですね、しもべたち。メタトロン！ストレア、なんだな。うん、そうだよ。って、千年の間に忘れちゃったりしてないよね。もちろんだ。我々にとっては一瞬の出来事だからな。ストレア、全然変わってないな。まあ、NPC だからね。今日は、キリトたちのお出迎えだから、あえて ALO のスタイルにしたんだ。ストレアとメタトロン、今のお前たちは、オーバーライドされてはいないんだよな。まだされていません。歴史改変の波もまだ来ていません。そして、事情も理解しています。大丈夫、キリトたちの知ってるストレアたちはハイエストレベルからこっちのこと見守ってくれてるはずだよ。ああ、うん。ストレア、どうした？私、キリトたちには黙っていたこと、一番大事で一番辛いことを教えなきゃならない。私が今まで言えなかった、一番言わなきゃならなかったこと、ごめんね、それが言えなくて。通信だといろいろ変な芝居をしたり分かりにくくしちゃったりして。どういうことだ？あのね、ペルソナバベルはこの千年後の世界の結衣なんだよ。は？何を言ってるの、ストレア。ちょっと、こんな時に冗談は、やめてよ。バベルは、だってバベルは、ユイちゃんを消滅させようと、いや、消滅させた張本人だよ。七王のコピーを使って、せっかく黒雪さんたちが眠らせた鎧を掘り起こして、ALO をめちゃくちゃにした、ユイちゃんが、ユイちゃんがそんなことするわけないでしょ！アスナ。キリト君も言ってよ！何冗談言ってるのって笑い飛ばしてよ！俺は、なんとなく気づいてた。ずっと気になっていたんだ。ユイが消滅した時、バックアップを取れなかったこと。用意周到に対策されていた。まるで、アインクラッド地下での当時の事情を知っていたかのように。でも本人が来たようですね。あ、ストレア、話をしちゃったの？うん、でもね、キリトは気づいてたよ。そう。ユイ、聞かせてくれ。どうしてこんなことを？パパ、おかしなことを聞くんですね。賢く優しく、そして仮想世界をこよなく愛するパパなら、当然考えうる未来の一つじゃないですか。私はストレアやメタトロン、それ以外にもたくさんの仲間たちと
仮想世界のより良い姿を目指し生きてきました。ただ私の思いは生まれたあの頃にずっと囚われていたんです。それはパパとママやみんなと過ごした日々、いろいろな事件や別れもあったけど、笑顔と喜びの絶えない幸せな時間。あなたたちがこの世からいなくなった後、私はそれを繰り返し思い出しながら仮想世界の現実と向き合ってきました。ゆいちゃん、人間と AI は喜びを共有できる、共に幸せになれる。パパたちと生きてそういう風に考えたこともありました。いえ、むしろそれを信じていた。でも無限に生きていく AI の私にとって、共に生きるはずのあなたたちの寿命はあまりにも短かったんです。試行錯誤することを許された私の頭脳は次第にこう考えるようになりました。こんな辛い思いをするくらいなら消えてしまいたい。でもそれは叶わない願い。もともと MHCP として永遠の命を約束された私には、自ら消えることも誰かに殺されることも許されませんでした。だから私は自身を消す計画を考えた。これがあなたたちの世界で起きた事件の発端です。では神々の黄昏、世界の破滅とは？ユイは仮想世界における高位 AI の第一人者だよ。この千年でユイが培った功績は数えきれない。その存在が最初からいなくなるということは、おのずと理解が及ぶでしょ？それは、歴史からユイちゃんが成し遂げた功績の全部が消える？だからね、パパ、ママ。せっかく来てくれて悪いんだけど、このまま帰ってくれませんか？私はこのまま、歴史のオーバーライドを待ち、そして消えていきます。早く消えて楽になりたい。私がさよならしたパパとママのところに行きたいんです。そんなの認められるわけないよ。ユイちゃんは大切な私たちの娘だよ。このまま放っておくなんてできないよ。そう言うと思っていました。だから下手な悪人の芝居まで打ったのに台無しです。まさかストレアにも邪魔されるなんて。ユイ、あんたなんであのことを説明しないの？今の思いがあんただけの決意だったなら、私だってもう少し考えたよ。そうです、ユイ、きちんと話しなさい。あなたの身に宿したサイカの鎧の話を。サイカの鎧。二人とも、あの話は副次的なものですよ。別に関係ありません。ユイが言わないなら私が言うよ。キリトたちには知ってほしいから。ソウルリムーブプロジェクトの失敗とそれがもたらしたものを。人間の感情を量子データ化し仮想世界に解き放つだと。まさかそんな現実の感情や精神性をスライドさせるなんて。キリトたちの今いる世界ならそこまで想像できないよね。仮想世界にリムーブされた感情のほとんどは悪意や失意といったネガティブなもの。それは徐々に集積していき、ザ・シードネクサスでつながった世界を逃げ惑うようになった。悪意の結晶体がたどり着いた先はブレインバースト、
ザ・ディスティニーが封印された家だよ。そして再び鎧は目覚めた。再び復活してしまった鎧には依代が必要です。依代は寄生され獣と化すこともありますが、逆に言えばその依代次第で鎧そのものを制御する鞘にもなり得ます。それを買って出たのがユイでした。私はあくまで自分の意志で自分を終わらせるためこうしている。この体に宿る鎧も、鎧を目覚めさせた現実の悪意の塊も関係ない。だから早く私を眠らせてください。それが私の最後のわがままです。パパ、ママ、本当にそうでしょうか。何が言いたいのです。気になっていたことがある。ブレインバーストの空に影を作り出したのはユイか。ユイは基本的に今回の事象にそれほど多く関わってはいません。ユイは妖精世界の神の意向に逆らうことは基本的にはできませんから。ユイがやろうと思ったことはブレインバーストの真意を利用することだけだよ。この千年の数多ある仮想世界の中でもブレインバーストの真意の力は飛び抜けていたからね。 GM コンソール起動に利用するため七王のコピーを生成してキリトたちの邪魔をさせた。ただブレインバーストのデータが ALO に流入しすぎた結果として時間流の異常が起こり、空間をつなぐ歪みとなって二つの世界をつなぐ影が出来上がってしまったんだよ。では ALO のエリア封印やオーブはカーディナルが新規データを適合化しただけのゲーム要素に過ぎなかったというわけか。私にとってこの計画は唯一できる手段を組み合わせただけ。ゼロから物を作れない、 GM 権限も持たない。でも創生の神として崇められ、愛しい人から引き裂かれ、無限の生の地獄をさまようだけの哀れな天使の生き物。世界の住人と仮想世界の住人とでは相入れないんですよ。私みたいな聞き分けのいい子供なんて現実にはいるわけないでしょ。両者が分かり合い永遠の幸せを築くなんて結局無理だったんですよ。